二十番です。これまあ一、二で略されて三。非常にまあシンプルな構造になっています。で次の英文を読んで質問に答えよう。一、High context refers to society or where people have close connections over a long period of time。まあハイコンテクストというのは人がでこのオーバーは期間にわたってっていう前置詞扱いですね。 期間にわたっているで、ピアレでも期間って意味なのね。長い時間の間に渡ってってことねで。人々が密接な関係を持っている社会、あるいは集団のことをリファーと指す、指している。文化的行動。文化的行動ってちょっと分かりにくいけども、まあ、あのこういう時にはこういうふうに振る舞うべきだよね。 っていうような感じ。の、多くの面は、not made explicit.not made explicit. これちょっとわかりにくいかな。make or see. o l s e e を see にする。こいつが受動体になって、こいつが前に行って、ね、こいつはそのまま降りると。a を see にする。O は see にされる。こうなるね。で、まあ、made explicit.explicit は中があるけども、 中がなくても分かりたい。明白なとか明らかなって意味。ただこの場合は明らかなっていうよりは明らかに表す。はっきりと表すっていうことでしょうね。だから多くの側面ははっきりと表されない。こういう時はこうするべきですよっていうように言葉では伝えられない。そういう感じだ。Because most members know what to do and what to think。まあ、大抵のメンバーが何をするべきか何を考えるべきか分かってるからだ。 で、なんでわかってるかというと、from years of interaction with each other. お互いとの何年にも及ぶ付き合いからわかってるからだ。これ話だね。何をするべきか。何を考えるべきかということを、from 以下ということからわかっている。だからだ。Your family is probably,、uh, probably an example of a high context environment. まあ家族というのはおそらくハイコンテクストな環境の一例である。ローコンテクスト、デフォ同じ構文だよね。The people tend to have many connections, but of shorter duration or for some specific reason. これはどういう社会かというと、人々が多くのコネクションを持ちやすい。が、 短い、より短い期間、まあ、持続期間のコネクション。あるいは、何らかの特定な理由によってコネクションを持ちやすい。そういう社会だ。何かこういうことをやろう、だから集まろう、とかね。あるいは短い期間の間、え、集団となろう、とか。そういうものだと。In these societies, こうした社会では、 cultural behavior and beliefs may need to be spelled out explicitly so that those coming into the cultural environment know how to behave. ここちょっとややこしいよね。so that、uh, those coming into the cultural environment. こ,れここは人々だね。で、how to behave。塊だね。これがその 文化環境に入ってくる人たちが、どのように振る舞うべきかを分かるように、目的でしょうねで。文化的な行動とか考え方、信念が、be spelled out explicitly. 明確に spelled out 言葉にされる、表現される必要がある。こうなっている。これが1パラ2パラで、まあ対比になっているよね。 じゃあどう違うのかっていう風うに見てみると、これがまあ長い期間にわた、わたるような、えー、コネクションだと。それに対してこっちは、えぇ、ー、short duration。より短い継続だと。そういう時にはローになると。でまあ特定の理由がある。こっちは特定の理由ないんだろうね。こうやって見比べたら。 こっちは何かのために、でも家族だったら例だから、何かのために家族になろうじゃないよね。ということで特定の理由があるか、特に理由はなく生まれながらそこにいるかっていうようなところでしょうね。そこからどこが違うかというと、ここだね。はっきりとされないんだね。それに対してこっち側は、はっきりと言葉で言う必要があるんだね。ここは違います。長いと、 短い。で、言葉で明確化されない、言葉で明確化する必要があると。ま、あこと、形で、ま、対立になってるね。で、中略があって、サンパラ。w e l these t e r m s、well, these t e r m s っていうのは、これらの言葉っていうのはこの二つだろうね。まとめてきたと。sometimes useful in describing some aspect of a culture. ある文化の何らかの面を えー、いくつかの面を描写するには役立つこともあるが。我々<え>が。one can never say a culture is high or low. ある文化がハイだとか、ローだとか言うことはできない。because, なぜならば、societies all contain both modes. 社会はすべて両方のモードを持っているからだと。high and low are therefore relevant description of whole people as a of ハイとかローとかいうのは全体ある全体の、まあ、国民とか民族とかでしょうね people にあがついているか、ね、の表現としてより適切ではない and more useful to describe and understand particular situation and environment 特定の状況や環境を描写したり理解したりする にはより役立つこういう話だね。ということは、こっち側は、a whole people に対して particular situation and environment だと。つまり、ある民族全体とか、ある人種全体とか、ある国民全体ではなく、状況とか環境、特定の状況とか環境の問題なんじゃないっていうふうに言ってる。 まあ文章としてはこんな風に読み取ればいいよねで説問「一パラで述べられていることについて合うものを選びなさいと」とハイコンテクストである社会やグループの船員は互いによく知っている中であるだけに文化的行為を見せることを遠慮しているんじゃないね。文化的行為を明確に文章化してないとか。 明確に言語化してないっていう話であって、ここは違う。これはまあパラグラフ一個ずつ見比べればいいだけだから割と楽だね。ハイコンテクストの社会グループは長期にわたって親密な関係性が保たれにくい。違うね。保たれているんだね。それがハイコンテクストになるわけだから違うよね。 で、ハイコンテクストとは、親密な関係性を有する社会やグループを指し、そうだね、今のところ。その中の繊維を互いによく知っている。そうだね。なんから文化的行為の多くは普通可視化されにくい。そうだね。ということで、これが正解。ハイコンテクストを示す例である家族の場合、相互の理解がより必要なことから、文化的行為の多くは、より明らかに なる必要はもはやないんですね。もう明らすでに明らかなんですよ。だって家族だよで。何をしなきゃいけないことを、こういう時には返事しなきゃいけませんとか、そういうのを明らかにしなきゃいけないわけじゃないよね。もはやすでに明らかなんです。これは非常にシンプルな問いだと思う。そして、二段落で述べられている内容について最も合うのはどれですか ローコンテクスト is often seen in communication that happen in a short period of time. 短い期間で生じるコミュニケーションに見られる。そうだから人々は have difficulty in making connection connection を作る関係性を作るのに have difficulty in 苦労する苦労する傾向がある。こうじゃないね。 すでに関係性はできていて、その中でやりとりするのに行動を決めなきゃいけないはっきりと明文化しなきゃいけないよね、という話であって、ここに苦労するわけじゃないよね。次は、low context is often seen in societies where people have no long or deep relation. ここまではまあまあいえない。low context は見られる人々が 長くない、深くない、そういう関係性を持つときに。そう。だから、it tend to be a difficult environment for newcomers to communicate. だから、えー、新しく来た人が、入ってきた人がコミュニケートするには難しい環境であ,りあ,る,ある傾向がある。それはそうだよね。だから、はっきりとさせてあげなきゃいけないわけだ。次は、 Law Context makes cultural behavior and beliefs explicit. ここ本文はね、need to なんだよ。need to と、えー、現在形は違うよ。例えば、君は勉強する必要がある。君は勉強している。違うじゃん。でしょ君は勉強していないから勉強する必要があるわけで。勉強する必要があるの need to を抜いたら、 当然一致しません。というような問題だね。次は Low context provides chances for those coming into the society. これさっきの表現だよね。その社会に入ってきた人たちが4-2になってる。どのように学ぶかを知るチャンスを与えてくれる。知るチャンス与えてくれないじゃん。ローコンテクス e なの。 そして、しかし、利用できるものはほとんどない。利用できるチャンスはほとんどない。全然文脈的に違いますし、まあ、チャンスを与えてくれるわけではないよね。与えなければいけない。与えてあげる必要があるわけだ。というわけで、えー、説問の2は、えー、いいです。説問3。今度は、第3段落は日本語で来ました。 社会はハイローの両方のモードを有していることからどういった側面がどちらに当たるかを区別することで文化全体を説明することができる。このね、結局文化全体の説明にはならないっていう話なんだよ。要は、文化全体にはならないよ。状況次第だよ。っていう話だからこれも明らかに違う。次も、 人間全体を説明する。そんなことはないって言ってるんだ。そもそも。ハイローの用語は、こんな選択肢、明らかに違うと思ったら、いちいち付き合わなくていいよ、最後まで。ハイローの用語は、文化のあらゆる側面を説明できる点で有用である。あらゆる側面を利用説明できないだろうし、もっと言えば、 人間全体を、これがない。この問いさ、すごい簡単なんだけど、要は、全体じゃない。と分かっていれば全部消していけるよね。これだけの問いなんだよ。ね、両方のモードを有して、社会においてある特定の状況と環境を説明する、理解するのであれば、配慮の考え方を役立つ。特定だよね。 こいつを理解には役立つ。ということだからこれしかないと。あ、サンパラちょっと難しそうだぞと思ったけど、実は全体という言葉を消したら終わりっていうだけの問題なんだ。で、え、説問の4。あ、5の選択ですけども。High context and low context refer to society where people have. じゃあこれは、 人々が何かを持っている社会について言うただけど、両方に共通してないといけないんだね。つまり、はにも、ろうにも共通している。な、なんだか、なんだったか。っていうと、え、ニパラの一行目、あるいは一パラの一行目に、コネクション。ってありますね。ニパラ一行目、一パラ一行目、どっちも一行目にコネクションを持ってて、 コネクションの種類がちょっと違うけども、共通しているもの。で、コネクションズ。ということで、空を選びます。これはまあ非常に簡単な問題だ。the former ってあって、前者はっていうんだから、これは一パラで解けるよね。一パラのことだよね。それに対しても先にちょっと見ちゃうと、on the other hand, 他方 っていうんだから、ローコンテクスト。だから、ここは、ここからここは、一パラの問題だな、というふうに思いますね。で、it's thought to be with deep and long-term connections. 長くて長期にわたるコネクションについての考え、ついて考えられる。で、it makes cultural behaviors. それは、cultural behavior をどうするのか。っていうと、一パラでは、cultural behavior は not explicit. こうななるわけだなかはっきりとしないっていうことだ。はっきりとしないっていうような意味の単語を探すと unclear。これなんかまあ単語の同じ意味の単語は何ですかっていうようなレベルの問題なんだけどね。But people in society can know what to do and what to think.On the other hand, 他方、l o w context is often seen in connection with s h o r t t e r m r e l a t i o n s h i p or for ここもなんか視力検査みたいな感じの問題なんだけども、こっちが本文は、スペシフィック、特定のっていうのが来ました。特定の理由。これに近い単語を探しましょう。って言ったら、スペシャル。こうなる。だから、さですね。あ、さじゃないや。c だから、おですね。 It 新しくその文化に入ってきた人がどう振る舞っていいのか分かるにはあんまり役立たないわけだな。そりゃそうだ。These terms 3、ね、are useful if they explain about some part of a culture. 文化のある文化の,文化の,文化の中のある点、いくつかのパート、部分について説明するのであれば 役に立つ。けどね。it's not easy to tell.which one is? ここだけ唯一考える問題になっています。二つの中のどっちがなんとかなのかをわかるというね、判断するのは簡単じゃない。で、ここには、ねえー、本文にはそういうことの言葉の言い換えはないですよね。 で、要は、両方のモードを持ってるって言ってる。じゃあ、どっちとは決めがたい。じゃあ、どっちがで、この形容詞を入れる問題。ここは、ここだけ考えましたね。ドミナント。どっちが支配的か。まあ、これ以外選択肢はないですからね。形容詞が来て。 ねえ,えっと、ユーモーラスなんか来るわけないでしょで、こういうのを探すときに品種があったら、ここに来るべき品種は、名詞か形容詞しかないからね。その中で探していくと、まあ、これしかない。これが一番本文中の言い換え問題じゃない全然難しいかもね。それぞれの文解において、どっちが優勢かわかんないよね。はっきりしないよね。だって、両方あるもん。って話だね。The reason that. で、えー、社会には両方があるからだ。 これはまた単純問題で、本文では contains。で、ここに似たような動詞を探すと include。ということで、E になります。High and low are relevant for understanding all societies.、まあ、ての文化社会というものを理解するにはより適切なものではないのだ。 Environment. 特定の、えー、状況や環境これを理解し説明し理解するのにより役立つものなのだというような話です。まあ、ほぼこう置き換えになっていて、えー、このドミナントを入れるところだけが、えー、ちょっとね、えー、これどっちかなと思って考えた。まあ、これはすぐ後ろに The reason is that その理由はこうだからだよっていうから、こうだからこうなんだなと。で、つながる形容詞あるいは名詞を入れようというふうになりますま。こうい選択肢にね、いろんな品詞が入っている場合っていうのは、大体どういう品詞が入りそうかっていうことはまあ考えた上で選ぶといいというふうに思います。というわけで今回はまあ1パラ2パラ3パラね、非常にまあ対立とか、 きっちりと出ててまあ読みやすかったんじゃないかというふうに思いますでこの話この人はねこう言ってるし実際これ論文なんだけど違うだろうやっぱり確かにハイロー両方の側面あると思うよでも例えば欧米人から見て日本の文化社会っていうのはかなりハイコンテストだと思うよ かなりの割合お互いにどういう行動をするかっていうことは暗黙の了解があり、なおかつ同調圧力まであるからね。そういう点ではこうかなりハイコンテクストだとも、例えば空気を読むとかさ、こんなの明文化されない、言葉で言わない、こういう時は空気を読んで黙っておくものです。なんていうカルチャービヘイビアは明文化されてないから、やっぱりそれはあれなんでだって思っちゃうだろうね。まあそういう点ではこうかなり明文化されない文化でハイコンテクスト。 つまりまあ、うん、わかるだろ。と腹毛でわかるだろ。っていうコンテクストなわけだと思うよ。かなり。ということは、逆に言うと、日本人が外国語を話そうと思った時には、極めて言語化しなきゃいけない。つまり、言わなくてわかるだろう領域はめっちゃ少ないと思わないといけないわけだ。これは、うん、大学生ぐらいのレポートを見ていてもわかるよ。そこ抜けてるよと。と 彼らは論理的に詰めていきたいから、きちんと冷たいわけよ。A だから B だから C だから、だから D って冷たいんだけど、日本人の場合は A だから D っていきなりやっちゃう。そういう傾向が本当に強いんだよ。<る>で、もう凄まじい銀河関係を言う人もいるからね。なぜ、なぜこの語学学校を選んだんですかって聞かれて、英語を身につけたいから。気が狂ってますよね。なぜこの英語学校かって聞かれてるのに。 英語を学びたいからじゃあどこでもいいじゃんっていう話になるがそれがまかり通ってしまう言語環境まあ察してよみたいな大体わかるじゃんとかまあまあみたいなところが多いので、えー、日本人が外国語を使おうと思った時には全て説明するつもりで言わないとダメ例えば留学生が、えー、向こうの家にホームステイして例えばお茶とか卵とか水 とか言ったら、お茶って言ったらお茶が出てくるとか思ってるかもしれないけど、お茶お茶をどうしたのお茶を作るのお茶が好きなのお茶が何なのちゃんと説明しなさい。っていうように、まあ、教育的なあホストファミリーだったら教育してくれます。それはアメリカ人だってイギリス人だってお互いに通じないわけじゃないから、t ィー p l e a s e あるよ。もちろん。ただ、言語化しろ。っていうことは、あのちゃんと育てたいと思ったり。 ちゃんとまあ言語をそういう社会になじましたいと思ったけは説明する練習を徹底します。そういう点ではこう、君たちが言わなくてわかると思っていることも理由とかね、ほぼ言った方がいい。ほぼそれぐらいで考えないと通じていかないんだ。ということは一応頭に入れておきましょう。これは、えー、入試で、えー、自由作も書くとき、この時もちゃんと気をつけてくださいね。そこに刺してよが入ってないかどうか。きちんと論が詰まってるかどうか。 ということはきちんと考えてみる習慣が必要です。それはまあ我々が比較的ハイコンテクスな社会にいて、それでまあ日常生活が回ってしまっているから余計にそれを意識しないとできないことなんで、意識してしっかりと一つ一つ論を積むとか、一つ一つ言いをわざわざ口にする言語化するということはやるようにしましょう。というわけで今回これまでです。